メディアを再生する予告編アフリカの女王は1951年のアメリカ・イギリス合作の映画である。ホーンブロワーで有名な小説家セシル・スコット・フォレスターの同名小説をジョン・ヒューストンが映画化した。ハンフリー・ボガートはこの作品で念願のアカデミー主演男優賞を受賞した。1914年、イギリス人のオールドミスである ローズ・セイヤーは宣教師の兄サメェルと共に、ドイツ領東アフリカの奥地で、布教活動をしていた。ある日、二人は、オンボロコ型貨物蒸気船、アフリカの女王号で郵便を届けに来た、ソヤナブライカンチャーリーから、第一次世界大戦が勃発したことを伝えられる。チャーリーが去った直後に、ドイツ軍が現れ、村は、焼き打ちに遭い、現地民たちは拉致される。 サミュエルは、ドイツ軍を止めようとするが殴られ、壊滅した村の惨状を見て、ショックのあまり精神に異常をきたし、死んでしまう。翌日、一人残されたローズは村に戻ってきたチャーリーに、助けられ、アフリカの女王号に乗り込む。しばらく戦場で、ノラクラ牢城しようかと考えていたチャーリーに対し、ローズははるか川下の湖で地域を支配する。 ドイツ帝国海軍の奉還イーゼオヒ号をたまたま積んであった酸素ボンベと爆発性ゼラチンで手製の魚雷を作って撃沈することを提案する。同貞にはドイツ軍の砦や航行不能の激流に大爆布もあり、チャーリーは反対したが頑固なローズを前にしぶしぶ承諾させられる。船は早速の激流に遭う。チャーリーはこれで ローズがおじけついて諦めてくれると思ったが、彼女は、初めての川下りに、むしろ興奮し、類前王飛行への攻撃を諦めようとしなかったため、チャーリーは、彼女の無鉄砲さに呆れ、飲んだくれて、一通り暴言を吐いてふて寝する。怒ったローズは、仕返しに積んでいた酒をすべて側に捨ててしまう。観念したチャーリーは彼女に謝り、約束通り川下りを再開する。 アフリカの女王房はドイツ軍の砦に差し掛かり、気づいた軍は攻撃を始める。銃撃の雨あられの中、被弾したエンジンをチャーリーが必死で直し、また太陽の逆光でドイツ軍は正確な射撃ができず、船は辛くも砦の流域をくぐり抜けた。窮地を脱した二人は喜びのあまり踊り上がってキスまで交わしてしまい、ついには結ばれる。ワニ、カノ大軍、 一難去って、また一難、船は、まもなく大幕府に。過酷な難所を切り抜けたものの、衝撃で、スクリューと軸が破損してしまう。二人は知恵を出し合い、岸で火を起こして、軸の曲がりを直し、スクリューを何とか、溶接修理して出発するが、今度は途中で浅瀬に迷い込んでしまい、航行不能に陥ってしまう。チャーリーは大嫌いなヒルに座れながらも水に入って、船を引っ張り、 ローズも続く。しかし船は沼の奥地へと絡め取られ、とうとう動けなくなってしまった。チャーリーは倒れて熱を出し、二人は脱出を諦め、死を覚悟する。ところが夜に降り始めた大雨によって、浅瀬に水が流れ込み、船は押し流され無事に本流に戻る。実は湖はすでに目の前だったのだ。標的のルイーゼ王姫号が現れ、二人は 魚雷の準備を整える。木片と釘と銃弾で新幹をこしらえ、出来上がった魚雷は選手に穴を開けてくくりつけた。チャーリーは、ローズの身を案じて、自分一人で攻撃に行こうとするが、離れ離れになるのを嫌がるローズと口論になり、二人で立ち向かうことにする。嵐の夜、巡回から戻ってきた、ルイーゼ王妃号に向けて、アフリカの女王号は、誇り高き英国旗を掲げて、 突撃を観光する。しかし、嵐で水面が荒れて、船は転覆し、作戦は失敗。ローズは流されて、行方不明。チャーリーは、ルイーゼン王飛号に捕まり、スパイ容疑により、感情で死刑を宣告される。そこに捕まったローズが連行されてくる。彼女は、チャーリーの死刑判決を知って開き直り、二人で、ルイーゼン王飛号を攻撃するつもりだったことを暴露し、 共に処刑されることを選択する。二人は、甲板で、公式へのロープにかけられるが、チャーリーは艦長に、最後の願いとして、ローズと結婚させてほしいと頼み込む。艦長は頼みを聞き入れ、二人の結婚式を取り行い、そのまま処刑執行を命じた。その瞬間、ルイーゼ王妃号は転覆していた、アフリカの女王号に衝突し、手製の魚雷は、 見事爆発して軍艦は大破撃沈する。湖に投げ出された二人は大成功を喜び、騎士に向かって大声で歌を歌いながら泳ぎ去るのだった。キャサリン・ヘプバーンとハンフリー・ボガートリアリズムを追求するべくアフリカで本格的なロケを観光したこの映画の撮影は困難を極めた。天候不順でセットが流され体調悪化や病気で倒れる出演者やスタッフが 続出したため、撮影は長引いた。しかし、監督のヒューストーンは、撮影を軽視して、ハンティングに入り浸るなど、消極的な態度を見せた。キャサリン・ヘプバーンはこの時の監督の態度を心よく、思わず、後年、アフリカの女王と私という本を出版して、彼を批判した。また、ロケに同行した、脚本家のピーター・ビアテルも、この時の体験をもとに、小説、 ホワイトハンターブラックハートを描いている。これはクリント・イーストウッドの監督、ビアテル本人も脚本に参加して映画化された。ヒューストンがモデルの映画監督ジョン・ウィルソンはイーストウッド自身が演じた。本作は作品中に著作権表記がなかったため公開当時の米国の法律により権利放棄とみなされ、米国においてはパブリックドメインとなった。 また、日本においては著作権の保護期間が終了したと考えられることから、現在、複数の会社から激安 DVD が発売中。ありがとうございます。